はい、こんにちは、純米酒専門屋田新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、新入荷といいますか、新しくねちょっとお取り扱いのスタートした、岐阜県恵那市の女城酒をご紹介したいと思います。岩村醸造さんの、女城酒という銘柄なんですけども、まあ、こちらはですね、恵那市といいまして、まあ、愛知県から行くと中央線でね長野方面に向かっていく途中で恵那という駅があるんですけども、そこからねさらにこうちょっとローカル線に乗り換えて、終点にあるね、蔵元さんです。まあ、そんなね、山深いところで作られている、女城酒ご紹介したいと思います。本日はですねこちらの、女城酒の夏純米ということでご案内をしたいと思います。まあ、夏らしく少しこうね花火をあしらってますけども、こちらの銘柄女城酒なんですけども、まあ、実はこの岩村醸造さんのあるところ、岩村城というですね、まあ、非常にこう有名な山城がございまして、まあ、そちらはですね、日本三大山城の一つと言われております。でそしてそこのですね、城主として、まあ、戦国時代にですね一時期、織田信長のね叔母と言われているですねお通夜の姫という方がいらっしゃいまして、まあ、その方が城主をされていたということで、まあ、そこからね女城主という銘柄に由来をしております。で、こちらですね岩村醸造さんということで、岩村酒造さんじゃないんですね。岩村醸造さんということは、まあ、醸造ということで、日本酒の他にもみりんとか、醤油をね、作っていた、まあ、味噌醤油ですね作っていたということです。まあ、今ではですね、まあ、お酒のみの醸造をねされているということなんですけども、まあ、こちらの夏純米ということでちょっといただきたいと思います。まあ、結構東京ではですね、まだそんなにね、知名度というのはないかもしれないんですけど、まあ、東海地区ではですね非常に名の知れたね、蔵元さんです、女城酒さん。はい、じゃあこちらですね、まあ、テイスティングしていきたいと思います。まあ、ちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、まあ、ほんのりね、純米ということで、まあ、色味もねかかっております。じゃあちょっとテイスティングをしますね。うん、まあ、香りはですね非常に穏やかですね。フルーティーとかそういうのではなくて、まあ、ほんのりこう、ね、穀物系の米由来のね香りが感じられます。まあ、こちらのお酒は、冬に絞ったお酒をですね火入れをして、まあ、ちょっと低温でね熟成して、まあ、そして夏酒としてね、お出ししているということですね。うん、純米なんですけども非常にね、夏らしく飲み口はね軽く作られているお酒だと思います。まあ、口当たりのですね甘さというのはやや控えめですね。中盤から、ね、まあ、後半にかけてうまみが、ね、爽やかにこう広がっていくという感じで、まあ、重すぎず、ね、飲める、まあ、そんな、ね、純米酒かと思います。まあ、夏に、ね、ちょっとこう飲みたいなと。夏酒というとです、ね、結構酸味を、ね、立たせたりとか発泡感のあるものということなんですけども、まあ、ちょっと違った、ね、純米酒、夏のお酒を味わいたいなという方には、ね、おすすめできるかなと思いますし、まあ、必ずしもこれ夏じゃなくても、ね、食事で合わせてですね十分楽しめるお酒かと思いますので、あんまりこう味のね濃すぎないものに合わせていただくのにね、まあ、ちょうどいい味のバランスだと思います。はい、というわけでですね、今回は新しくねお取り扱いスタートした、女城酒、岐阜県恵那市のねお酒をご紹介させていただきました。本日もご視聴どうもありがとうございました。